当たりは早く攻撃に転じたんですが、ルハジーたちから辻のスリー、きたー。辻のシュートは決まります。残り 4.7 秒、辻スリーポイントだ。来ました、辻のスリー。2つ外、辻スリーポイント。こないか。しかしオフェンスリバウンド、わーよく見てる。この体勢で辻が決めた。ルーズボールは藤井か、アギラール、マスター、いや失礼、辻スリー決まった。辻から篠山、いや名古屋いいディフェンス、後ろに渡して、おっ辻、あー決まった、かわして、またファジーカス、また打ってきますよ、また決めてきました。篠山から辻、決まりました。ありますので、好きな選手の方がスピードには分があるので、ああいった1対1すごく有効的ですね。ここで決めてきました。辻ショットクロックは残り12、辻直人、おお、ここから来ました。川崎とすれば13点ビハインド、スリーポイントきた、辻400本目。栗原がついていきますが、振り切っていこうという辻、得意のスリーポイント、ラインのところ打ってくるぞ、決まる。手を出していきました西山、ただ篠山がキープ、そして外に出す、辻一旦かわしてスリーです、決まった。辻のスリーポイント決まります。海でも見せるという長谷川昇、まだそのままついていきますが、少し間が空いた、辻が決めた。このわずかな隙を逃さない。おお、まあ、外れないですよ、いいですよ、わかるよ。辻スリーポイント決めました。こういう苦しい時に言えるのが辻選手ですからね。一気に4点返してきました。大阪で3点差、辻スリーポイント、ジャンプスリーでした。いきなりここで3点、シューターの辻どうしてくるか、ヤンジェミンがついている。そうですね、個人技ですね。あ、いいとこ見てましたよ。キックアウト決まったのが、まあ、持ち味というチームなんですが、山本も今日ようやくちょっとこうなアギラールはインサイドで出てきた、辻に入って、辻はダサダサ、ファジーカスパスですね。伊藤して決めた、ね、はい、まあ、これは完全に藤が、はい、ドライブ、いいドライブでした。最後はプレゼントパスになりました。これは辻が見せました。川崎花丸になかなか仕事をさせていない川崎、ファジーカス、柔らかい準優勝に響きました。山口ヒースが取って自らダンク。川崎辻です。スローダウンの見せておきながらノールックで決めた。マッケンリー、こちらも落ちます。ちょっとお互いお付き合いしているような感じですが、キラーパス、キラーの交渉を辻がもらいながら、動きながらもらって、こぼれた、ファジーカスに通った。アギラールから走ります。わあ、バックカットマスター。ああ、これ素敵ですよ。ジョーン中アギラール、うまい、行ってよかったと思うんですよね。いつものパワープレイに行ってもというアウトさんの話ですが、いいパスだ、スカルファニエ。辻についていきます中村、ここもついていこうとします。ゴール下に詰めていましたアギラールのシュート、あーっと狙っていた藤井です。そして走っていたパブロ・アギラール、あー決まりません。あの距離感ショートは上手いんですけど、上手いんですけど、さあ走ってヒース、あー違いましたね、ヒース、まあロッテのリードがこれでなくなりましたよね。足のここでターンオーバーがあった、川崎のボール奪いました。インサイド使ってきた、ここも相手のコートから見ています、川崎、あーっと連続でターンオーバー、すごい増田、そして辻です、アリュック、ニック、あ、ぶっかけですね、しっかりついてましたので、これは川村を褒めるという2得点になります。おー、これはうまい、久しぶりにさせるかというところ、辻直人、
からキースに合わせる。でしかないですよね。そうです、ね。差を詰めていくには。はい、アリュー。キースの記録も打ち立てました。ハレルソンです。もう一つ次。詰めてヒース、ヒース連続得点。琉球の方はゆっくりこの点差ですけど、これで、まあ、はい、一番いいところ狙っていくのが大事ですね。うまく、ああ、これはスコアになりました。ショートコーナーからのジャンパーも落ちています。これ狙ってました。辻、辻のスキル、おっと、奪いました。篠山、これノーファールで守りました。京都です。あっと、ボール奪った。さあ、前ファンディーカスがいるぞ。高橋、あーっと、ターンオーバーだった。やっぱ本当に切ると思うね。まずはライン、次が奪った。ターンオーバー、テイラー、テイラーに着くのが不思議です。田島が途中から入っています。このディフェンスですよ。まあ、当然ながらそこのミスマッチとか絶対、前回の高校生もそうですけども、本当に狙ってきますよね。ここは奪った、不思議。アギラールが S 字カーブを切りながらジョシュスコットに送り込んできて、前にはアギラールがいます。そしていい筋のディフェンスでした。あー、ここはまたターンオーバー、しっかり決め、ここも奪った。狙ってましたね。おー、筋奪った、筋奪った。辻です。辻が決めていきました。カウント、チケットカウント。辻本さん、はい、やはり昨日の借りを返すようなプレーになりましたね。そうですね。ファジーカスがついています。あ、ここでターンオーバーになってしまいました。残り5秒、中を使う、守った、あーっと、これはキックを使って、ここはカットしたな。辻です。ブロックしました。辻のスリーポイントショット決まりました。2本連続。そうですね、今ブロックショットからの速攻で走ってスリーポイントですからね。もう余裕で流れを作りたかった川崎ですが、もう一度辻がシュートを決めるか。西から飛び込んでいきました。辻やな、あっと、よくここはコースを読んでいた。アギラールから辻がシュートを決めれば流れに乗るということで、ちょっとここミスマッチだった。辻の外からのシュート、ニックがなんとか触る。もう一個辻だ。辻は自分でドライブしていきました、決めました。チームファウルも影響してきますね。辻、おー、決めた、決めましたね。ダブルクラッチ、うまいですね。もう本当に島が話していたその5点を踏んでしまったというところが、この週末に外れているのがフランスの場合です。動かして辻入っていく、辻が入っていった、辻が決めた。辻エンドファイトオーバーしていきますが、その分空いたスペースファールあってバスケットアウトです。勝てるスペースはやっぱりテイラーのいわゆるチームファーストっていうところが出てますよね。ああ、まただ。決めています。そして、シャア守らなければいけません。3点ビハインド、中に入っていって、レイアップシュート決まった。バスケットタウンをもらいました。です。辻がここで、ちょっとチームをスピンに入れる働きをしてくれてますね。そうですね。ディフェンスですね。ここ、ファジーカスアウラー。もうマンツーマンですが、辻がカットを壊した。ステップで返してきました。2つ目、辻かわしてからドライブしてシュートまでいった。公式 YouTube でこの中でのゲームセンターに行ってバスケットボールゲームをニッパジーバスでやってたんですよ。篠山キックアウト、辻トップウェイからステップサイドフローター、インサイド戻り込んでいった辻のアウト。そしてバスケットマスター逆サイド、スキッパス、辻トップウェイ、辻のフローター、まあ、いいですよ、今のプレー。同点、マッチアップ、今村、ここで辻、今村のディフェンスだったんですが、ここは
さあこれなんとか止めたいですね。やりついていました。真ん中を切っていた。うまく程度を使ってワンショットで決めました。初めてメンバーが揃った状態での対戦になります。この両チームのところをファジーカス、ショットクロック減っている。辻アタックして左手、左手のフローター、テンションで打っていいかもしれないですね、辻くんね。辻ジャンパー決めましたか。まだ4点リードですが、大阪のバスケットの川崎相手にも通用しています。辻のシュート、ここで沈めてくる。さすが辻、アウトサイドのシュート要注意ですね。アギラール外は辻ブロックした。リングには当たり、あ、入った。タフショット決めました辻。さっきのブロックもあったんですけれども、その後も間入った、外から来ました。倒れながらファウルは今バスケットカウント。辻のスリー決めた。来ましたね、ソフトファウルだ。 N1 話をしてたら来ましたね。一発来た篠山、辻のシュート決まった。うわー、すごいですね辻選手。いや、完全に体は流れていたんですが、篠山スペースができた。フェイク、辻が狙う。ファウル、ナイスショット。ついてそこからうまくパスを出しましたね。あ、でもうまかった。篠山、もう長吉のディフェンス、辻はもう打つしかない。スリーポイント決めた。いや、最後のね、辻選手のスリーポイントね、いや決めましたね、はい、最後これを決めて46対41。辻キャッチアンドショットのスリー、バットシュート。辻も最初のスリーを決めてきました。お互いは前の2回使いますが、辻が打ってきた。うわー、決めてきた。レフリーが倒れ込みになったので、フロアを。いやー、これ大変な試合になってきましたね。辻、うわー、打ってくる。連続。うわー、決めてきた。長谷川から始めます。そして辻打ってくる。きたー。さあ、チームを引っ張ってきた篠山、突きでなんとかできるか。辻、決めてきた。ツーアウトは。つなぎたいところですが、スコットの前でスリーが打てない。長谷川もらいに行きます。アタックする。いいやつだ。打てるか。きたー。よく沈めてきた。